どうも、こんにちは。スタイリスト、じゅんたです。革室って言うけど、見分け方、違ったね。はい、ということで、今回、革製品の品質について、ちょっとお伝えをしていこうかと思うんですけど、ネットとかだと、ごちゃごちゃしてるんですね。なので、今回は、革本来の良さっていうのを、どうやって判断するのか、それに関してを簡単にちょっと今回はお伝えをしていこうと思います。革質の判断の仕方は5つあります。まず第一のきめ細かさ、2つ目に革の厚み、3つ目が、加工がされてないもの、4つ目が革の年齢で、まあ、5つ目が革のメーカー、この5つですね。で、その店員さんに一番、まあ、その革のメーカーを聞くっていうのが一番手っ取り早かったりもします。その店員さんとかで判断できないところっていうのは、やっぱりそこまで革のメーカーをどういうところで作ってるのかっていうのが考察されてないぐらいなんで、まあ、正直、まあ、チャチな革にはなってくるとは思いますね。同じ革のメーカーさんを使ってても、革の品質って個体差が結構激しいっていうよくあるんですね。まず一番革の個体差が一番出やすいのがシワの部分です。これが銀浮きというんですが、屈折部分に革と革の間に隙間ができる現象、これが銀浮きと言います。これ某フランスの 靴メーカーさんとかでも相当出てるんですけど、まあ、簡単に言うとシワが大きく出ることが結構多いんですね。なのできめ細かい、ちゃんとなめしがうまい業者さんとかですと、必ずきめ細かく細かいシワがどんどん出ていくっていう形になります。なので大きなシワっていうのはやはりちょっと銀浮きの現象だったりとか、あとはちょっとなめしがうまくなかったりだとか、そういった部分で差が出ますので、必ずきめが細かい靴を選んでいただくっていうのが大事です。2つ目が革の厚みです。革を業者によっては2つに縦と上の革と下の革に分けて、まあ、スプリットレザーっていうんですけど、その上の革だけを使っていたりだとか、その下の革だけを使っていたりだとかっていう業者さんがあるんですね。このものは革が薄いので、しかも2分の1の値段に簡単に言うと厚みで結構判断ができるっていう部分でもあります。3つ目が革の加工をしてあるものですね。革の加工がしてあるものって何でかっていうと、革の傷を隠せるんですよ。革の傷を隠すっていうことは、もともと若干傷があったりとか、ちょっとね、あんまり使えないような革を加工していることが多いので、まあ、ガラスレザーだとか、あとは、まあ、パテントレザー、まあ、エナメルですね、そういったものだとかは、必ずちょっと気をつけていただいた方がいいですね。また、これもちょっとなかなかあれなんですけど、片押しも結構危なかったりするんです。片押しってそれも加工で上から型を押すことによって傷を消しているわけなので、型押しも実はちょっと品質の悪い素材を使ってたりすることもあります。まあ一緒くたには言えないんですけど、まあ、それは結構見分け方のポイントになりますね。第4に革の年齢ですね。革の年齢って結構いろいろと様々ありまして、カーフはカーフでも、まあ、ベビーカーフだとかキッズロップとか、あとはツードステアナイトとか、もう年齢によってちょっとどんどん変わっていくんですよ。でやっぱり個体がそれこそベビーカーフとかちっちゃい子牛の頃のカーフなので、やっぱり小さいものの方がやっぱり値段が高くなります。その分ちょっと小さいレザーの分高いので原価率がもちろん上がるので、まあ、ベビーカーフとかは結構そういうのを公表してるメーカーさんだと必ず、まあ、値段が高かったりするんですが、まあ、そういった革の年齢に応じて、まあ、もちろんいいもの悪いものっていう革質の違いがどんどん出てくるっていう部分はありますね。まあ、正直なところ、まあ、ベビーカーフとかきめ細やかすぎてちょっと使えなかったりとかもすることもあるんですけど、まあ、簡単に伝えるとこんな感じです。最後に革のメーカー、革のタンナーですね。タンナーっていうのは革をなめしている業者さんのことをタンナーと呼びますが、そこのタンナーが信用できるタンナーかどうか、例えば結構3万円以上の価格帯のシューズのメーカーさんとかに行く
と必ず革の寒暖差を教えてくれます。フランスのアノネだったりフランスのデュプリだったり、まあ、様々結構あの色と革の寒暖差はあるんですが、その寒暖差はやはり有名どころであればあるほどやはり信用性にもつながってくるため、必ず店員さんに、まあ、寒暖どうですかって聞いてもらえると必ず答えてくれるとは思います。ですけどまあ1万円2万円の価格帯ですとやっぱりちょっとそれこそ中国製とかの、まあ、革を使っていたりだとかちょっとまあ安めの価格帯のものを用意されているっていうことが多いので、それだけはちょっとまあ言えるかなっていう感じですね。はい、なので今回は革質の違いについて簡単にちょっとお伝えしました。もしあれだったらどん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 この掘り下げたお伝えもまあ受けがよければどんどん出していく予定なので、ぜひちょっと高評価チャンネル登録そこをぜひお願いいたします。ではまた明日お会いしましょう。